どうもー、ソイジマックスでーす。機材のレビューをちょっとしたいと思います。ソイジマックス組がよく活用している X グリップというグリップがありましてですね、まあよく考えたらこの機材の紹介はあまりしてなかったなと思いまして、ちょっと改めて紹介したいと思います。 X グリップ XXXXXMAXXX の X グリップですけども、どういうものかというとですね、こういうものです。これが X グリップ。決して X 型のグリップではありません。 U 字型です。どっちかというと特徴を紹介したいと思います。まず第一に軽い。すげえ軽いです。ほんと軽い。プラスチック、ポリプロとかなんとかいい感じで作られてるやつです。最低のレビューだな、いい感じとかな。こう作ってるメーカーさんはオプテカというメーカーさんが作っております。カメラを取り付けるためのネジですね。そして、こうやってネジの場所が、移動できるように、前後左右ですね、移動できるようになっていて、まあいろんなカメラに対応してますよというのが、売りですね。どんな機種でも取り付けて、まあバランスがいいところに、つけてくださいと。まあ一眼レフだとレンズの長さもありますし、ビデオカメラだと横にねパンと出すモニターですね、その部分の重量配分があると思うんで、まあそれも多少対応しますよという、こういう風にいろんなところに行けるように作ってあります。で、このネジの裏なんですが、ちゃんとねこうネジ穴が切ってあって、カメラをつけたまま三脚に取り付けたり、まあ何かしら固定するものに取り付けることができるようになっています。これがね結構重宝するんですよ。いちいちグリップねこう外すのってめんどくさいでしょ。それがねそのままできるとね全然違いますよ。そして、このグリップの上の部分に、ここですね、ここにはまあいろんなオプションを取り付けれるためのコルドシューがついていますね。まあ、これも多少、まあ、向きなどを調整できますと。取り外しもできます。これ。はい。ここに、ヘリコプターの足みたいなのがね、ついてます。これもね、すごい便利なんです。例えばこれカメラをつけてて、あ、なんかしなきゃ、ドンってこう置くときにね、これがあると、意外と置きやすいんですね。これがあることでね、安定してこう置くことができるんです。うおほー。はい。これ EOS 60D をつけました。まあ、こんな感じですね。ここの、コルドシュー部分にこの間ね7インチモニターをつけたんです。7インチモニター、これつけるとどうなるか、たおお、こうなったんですね。大きいと思わない？これこの間録音は必要なかった撮影なんで、じゃあモニターをここつけちゃおうと。いつもはダブルライトアームっつってここに2つねコルドシューが出るやつをつけて、モニターがこの辺でマイクをこの辺みたいな状態で使ってたんですけども、モニターってそこそこ重いんです。この状態で使えたらいいんですけど、バッテリーがつくんだね。こうバッテリーがつくとね、やっぱ重いんですね。そして、今これレンズついてませんけど、レンズがつく。こうレンズがつくとこうなるわけですよ。ちょっとね、こう持ってるとこうなっちゃう。重くてちょっとグーって前下がっちゃうんですよ。これがね、バランス良くなかった。左手はね、どっちかっていうとフォーカスにね、パワーを与えたい。だから右手だけでホールドしたい。そうすると、右手めちゃくちゃしんどいんですよ。どうもね、バランスがね、ちょっと微妙な感じでしたね。X グリップにモニターをつけたいときはやっぱこの辺にあってほしいんです。やっぱこの辺にねモニターがあった方がバランスがいいんですよ。重心が近い方がやりやすいみたいなんですね。カメラ全体の重さは変わらないんですけども、このバランスがね撮影しているものにとっては、カメラマンにとっては大事です。これ感覚的な問題なんで個人差はあると思うんですけどね。まあもうちょっと軽い5インチぐらいのもうちょっとこう軽量化されたモニターだったらいけるかなって気はしますけどね。今のソイジマックスの機材の中では、やっぱりダブルライトアームを使って自分の好きな位置に動かせる方がいいかなと思いました。まあもちろん外モニター使わなくてもこうやって、カメラのモニターでも十分ね対応はできるんで、こういう時はやっぱここにマイクをつけたりとかライトをつけたりして、撮影はできるので、ビデオカメラをつける時もやっぱこれがあるとね楽なんでね。改めてね、この間の撮影でも、あ、やっぱりこれあったら便利だなと思っちゃいましたね。もう2年ぐらい使ってます。まあカメラのオプションをつけるためのオプショングリップとしては、これの右に出るものはありません。まだね、しばらくこれをね、使い続けていこうかなと思っています。うわっ、おお、あちょ、あちょ、おお、ふん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 、2つある。はい、ああ、あかんかん。でも最初買った頃よりも半額ぐらいになってるからお買い得だね。以上、X グリップのご紹介でした。ソイジマックスは2つ持っています。2つ持ってると、X! ができる !X! X! ソイジマックスはどうだ？倒そう！